アルズバラ1アルズバラ高校遺跡は、カタールのドー派北方に、クウェート商人が築いた、城壁に囲まれた港町の高校遺跡である。世界遺産に登録されている。この地は18世紀後期から、インド洋と西アジアとを結ぶ真珠産業、都市交易で発展したことで知られる。アルズバラは、当時の大国に支配されずに、まるで独立国としての歴史を歩んでおり、 周辺に多くの都市を誕生させているほか、湾岸諸国誕生の基礎にもなった。しかし1811年に攻撃を受けて破壊されており、20世紀前半に破棄された。交易や産業などの名残として、一部遺跡は出土しているものの、現在も宮殿やモスク、街路、中庭住宅、漁師小や墓地などが砂の下に隠れたままである。過去には、 城塞が複数存在したが、現存するものは一つのみ。2013年にアルズバラの高校遺跡としてユネスコの世界文化遺産に登録され、カタールとしては初の世界遺産となった。登録基準は、である。暫定リスト登録時には、アルズバラ市外の高校遺跡とその文化的景観という名称だった。ありがとうございます。